それでは東京6レース出走各馬の馬体重見ていきましょう。1番はエアキリアンです。今日の馬体重は450キロマイナス4キロとなりました。休み明け2戦目です。2番はヤマニンワーシップです。今日の馬体重476キロ前走からはプラス6キロとなりました。3番はゴールドスパークルです。444キロプラス2キロ3ヶ月ぶりのレースです。チークピーシーズを着用しています。4番はコスモハクーです。534キロプラス2キロ休み明け3戦目となりました。続いては5番です。響け陣太鼓。馬体重は476キロ前走からはマイナス6キロとなっています。6番はビームオブホープです。410キロマイナス8キロとなりました。休み明け2戦目です。7番はラインウィンドです。466キロマイナス2キロ先週も東京で走って連投での挑戦となりました。8番は西野ルーファスです。454キロマイナス4キロ3走前にこのクラスの3着があります。ブリンカーを着用しています。9番はエーシンフレンチです。514キロマイナス4キロ休み明け2戦目この馬もブリンカーを着用しています。10番です。ティアップアライブ。482キロマイナス4キロ2ヶ月ぶりのレースです。11番はシルクタイタンです。今日の馬体重は460キロ前走からはマイナス6キロとなりました。12番からのご紹介です。12番はヴィンテージチャート。538キロマイナス2キロ前走はこのクラス3着になっています。13番はレジウムチェンジです。482キロプラス2キロこちらも前走は2着になっています。続いて14番は栗のメダリスト。442キロ増減はありません。休み明け3戦目です。15番はエーシンサクセス関西馬です。462キロマイナス18キロ前走はこのクラス2着になっています。そして16番のリワードモンシェリ。今日の馬体重は464キロ前走からはプラス4キロとなりました。以上6レース出走馬16頭の馬体重をお伝えいたしました。さて6レース4歳以上500万クラスの芝の2400メートル戦2400は初めてという馬も結構おりますが、はい、ですから難しいですね私9番のエイシンフレンチ、うん、休み明け3戦目これはあの東京の2400メートル走ったことあります、はい、その内容を見てもらいます。昨年の初夏ですからもう今先頭に立ってますがね、これはあの超スローだったんで実は前半は最高峰にいたんですよね、はい、それがもう3、4コーナーで一気に進出して、うん、まあ、絶妙のスパートかなと思ったところ8着11番の成田キングパワーという馬に、ね、刺されてしまうんですが、でもあのエーシンフレンチ追い込んできた時より早めに動いた方があの構想可能性高まりますかね、はい、普通はの刺してくるんですよね。ですから休み明け3戦目でこの距離の経験があるんでね、うん、自在型を評価したいと思います、はい、エシンフレンチあとは13番レジムチェンジ隣12番ヴィンテージチャート、はい、あとは15番エシンサクセスを私もね普通足毛っぽい感じでしょ、あと細く見えるのかなと思ったらそんなことないですね、いいと思います、はい。
柏江さんは9番のエイシンフレンチ、13番のレジームチェンジ、12番のヴィンテージチャート、その後に15番のエイシンサクセスと挙げてくださいました。スタートしました。ほぼ揃いました。スッと後方にコスモハク下げました。高ダッシュはうちエアキリアンですが、まずエアキリアンペースを伺いますが、ティアップアライブ一気にかわして出ていこうとしています。並びました。外からエイシンサクセス、この2頭に迫っていって、あとはヴィンテージチャート、積極作、リュアードモンシェリ、モエレジンダイコ、そのうちのにゴールドスパークル。第1コーナーのカーブを回っていきます。その直後にシルクタイタン、ラインウィンド、うち2番のヤマニンワーシップが続いて、クリノメダリスト、ここまでが集団です。さあ 1,2 コーナー中間でティーアップアライブ先手を取って、外からかわしていきます。エイシンサクセス一気に先頭を奪って2コーナーカーブ、3番手1番のエアキリアン、2馬身下がって4番手にリワードモンシェリ、内5番のヒビケジンダイコ、縦長になりました。2馬身差やや下がってヴィンテージチャートが外から、内をつく3番のゴールドスパークルが続いて中段グループ、外からシルクタイタン位置を上げていきます。あとはクリノメダリスト、並ぶようにレジームチェンジ、中段まで上がってきました。あとはラインウィンド、ヤマニンワーシップ、外に西のルーファス、そしてエイシンフレンチと外から一気に上がっていこうというコスモハク、上がっていきました。3馬身後方にビームオブホープ待機して、中段グループ固まりました。さあエイシンサクセス、ペースを取ります。残り1200を切って2馬身のリード、2番手にはリバードモンシェリ、単独上がってきました。3番手は接戦模様ですが、ヴィンテージチャート接近、外からシルクタイタン、さらに内からティアップアライブ、ここで一旦控えます。残り 1000m 切りました。あとは後方からコスモハク、レジームチェンジ、さらに内から響けジンダイコ、その後ろにエアキリアン一旦控えて、 3,4 コーナー中間ペースが上がってきました。後方グループも徐々に差を詰めていきます。3、4コーナー中間から4コーナーに向かって、さあピンクの帽子に2頭、エイシンサクセス、リワードモンシェリ、並んできました。並んでくる3番手に外からヴィンテージチャート接近、さらに外からシルクタイタン、一気に横に広がって、その直後に待機するレジームチェンジで4コーナーカーブから直線コースに入りました。大外に出したのがクリノメダリスト、さあその間にはコスモハクがいますが、これは接戦。残り400を切って、最内からはエアキリアンも一気に追い上げてくる。今日は追い込み作、エアキリアンが一気にこれで先頭を奪えるか。中からヴィンテージチャートが抜けてくる。坂を登ってきたレジームチェンジ、外から並んでくる。間から響け陣太鼓、あるいはその中をついてエーシンフレンチも差を詰める。大外から一気に追い込んでくる。西のルーファスはちょっと届かないか。中からエーシンフレンチが抜けた。2番手レジームチェンジ、エーシンフレンチ氷、2着にレジームチェンジ、あとは左手、3着はわずかにヴィンテージチャートか。最後追い比べ、一瞬際どいシーンがありましたけれども、抜け出したのは9番のエイシンフレンチ、そしてレジームチェンジの順でした。3番手はちょっと突き放す感じでした。まあスタミナ勝負という雰囲気でしたね。そうですね、まあ人気のレジームチェンジ、道中番組の中でじっくり我慢して直線も中から、はい、そして西、エイシンフレンチはその後ろからというね、ちょうど同じようなコース取りをしてきましたけれどもね、はい、うまくまあ、レジームチェンジの内が空いたというんでしょうか ね、 そうでしたね。まあ、ヴィンテージチャートとの間がうまく空いてくれましたのでね、はい、そこをついて一気、まあ、正味本当に直線だけの競馬だったと思いますけれどもね、はあはあ、まあ、3走前にやはりこの府中の 2400m、向こう流しから一気に花に立って、まあ、なんとか2着を確保したというね、競馬をしたこともありますのでね、はい、左回り府中いいんでしょうね、今日もなかなか強い勝ち方だったと思います。そうですか、はい。エイシンフレンチ5歳馬、2400、東京で勝ちまして、これで2勝目の勝ち倉となります。吉田豊騎手の手綱でした。そしてレジームチェンジ、これも一瞬出てきたんですが、これが2番手のようでして、3番手がちょっと際どくなりまして、ヴィンテージチャート以下となった。